収まって係が離れました。スタートしました。ばらつきました。11番のポンさん1頭遅れています。好スタート好ダッシュ。14番マボロンテが切りました。足元ダートに変わってマボロンテをめがけて内から7番のヤングワールド、こちらが前に出るか。そして2頭の間10番ビターゼロビア、これは3番手前2頭並んでいきました。1馬身15番のトロピカルタウンが前から4頭目3番手に上がります。そしてインコース4番のフライヤートゥルー5番手につけて、その後13番ボールドゾーンが行きました。1馬身差外12番バナルガンドは中段の外目、インコースは3番サンライズフォルスが行っています。あと1馬身半差8番ガベッリーの中段馬群の中を追走、残り 1000m 切って3コーナー、内から5番のアクションプランは中段のインコース、外16番のカムランベイが続きました。2馬身がいて9番のエリン・アキレウスは後方800を切りました。内並んで2番ノーブルビクター、外は6番のヒルズカーンが追走しています。2馬身がいて1番のベルウッドグラスは後方から2頭目、1頭置かれて11番ポンさん最後方です。第4コーナー600を切りました。さあ600を切って内わずかに7番のヤングワールドが先頭で直線コースに入りました。外は14番のマボロンテ並んでいっています。さらに1馬身15番のトロピカルタウンが3番手、インコースを狙って10番ビターゼノビアがスーッと忍び寄る。さらに内から4番フライヤートゥルー、横に広がって坂の上り、外から13番ボールドゾーンと12番バナルガンド、この2頭が一気に末脚を繰り出して前へと上がってきた。さあ内わずかに10番ビターゼノビア先頭ですが、捉えて13番ボールドゾーン、さらに外から12番のバナルガンド、しかし抜けたのは13番ボールドゾーン、1馬身のリード。ボールドゾーン先頭でゴールイン、2着12番バナルガンド、そして3着が10番ビターゼノビアです。